はい。皆さん、こんにちは。今日はサムネ作り。これを強化する GPT 図を作ったので、また皆さんにご紹介します。YouTube をやっている人、サムネが必要な人。まあ、絶対サムネということはないんですけれども、自分の思ったサムネイルというのを便利に作っちゃおうというような GPT 図です。とことんサムネクリエイターと言います。 YouTube のサムネとタイトルの作成の専門家です。はい、ここでちょっとキーワード出てきましたね。タイトルということです。単純にラリーで絵を描くというのはもう皆さんもやっていることだと思います。でもそれだけではありません。これはなんとなんとタイトルも作ってくれたり、ハッシュタグの提案、そして通常のタグ これれも考えてくれるというようよなものですいろんなジャンルの人に使っていただきたいですけれどもぜひミュージシャンの人音楽制作をやっている人で YouTube にアップロードしている人こんな人には特に見ていただきたい動画になっていますので最後までどうかよろしくお願いしたいと思います。じゃあやっていきましょう。画面の下の下方に 縦でやるか横でやるかというようなボタンがあります。YouTube の場合、概ねは横ですけれども、ショート動画ということもありますので、縦というのも作ってあります。じゃあ、横からスタートします。はい。このボタンをクリックします。了解やで横型のサムネやな どんな内容やシーン、テーマがええかな具体的なイメージがあれば教えてくれると助かるで。例えば、音楽ジャンル、曲名、雰囲気、写真、イラスト、アニメのスタイル、画風ということですね。なんかあげてくれたらそれに合わせてサムネを作成するで、と。こういうふうに関西弁で喋るところも面白いところですよね。じゃあ、やってみましょう。はい。 ちょっと音楽ということを想定して曲名「旅する女」「寂しい情景の旅の宿」をイメージ作詞「山田太郎」「作曲」「旅女」というようなまあ音楽のことを想定しましたでも音楽以外の方もこんな風に考えて例えば「新しいカメラが出たと、機種」「なんとか」「そして「これは便利」とかいうようなキャッチコピー そういういいい。のを書いてくださいただしキャッチコピーが出るわけではありません今のところ OpenAI の DARI3 というのは日本語なんかにまだまだ弱くってあまりいい結果が出ないということが分かっていますので日本語タイトルを同時につけるというようなことはもう少し ChatGPT の能力が上がってからにしたいと思っていますじゃあこんな感じで聞いてみましょう このダリスリーの松野ってとってもウキウキしますね。はい、できたようです。こんな感じに作りました。そしてここからです。5つのタイトル案を作ってくれています。旅する女、孤独な旅人の心に響く歌、とかいうふうになっています。先ほど言いました山田太郎作詞、旅女、作曲、旅する女の 深い世界とかですねこんな風になってくれていますそしてハッシュタグは「旅する女山田太郎」を作詞「旅女」作曲「孤独な旅」「感動のメロディこんな風に作ってくれていますしその下は必ずこのように黒いコードエリアと呼ばれるような形で返答をしてくれるようにしていますそれはとても長い場合ですね これをコピーするのが大変になったりすす。するるからですコピーする時はここにコピーコードというのがあるのでここでコピーコードを押せばいいようになりますそして一番最後にサムネとタイトルでバズらせてや応援してるぜというふうにまたまた関西弁でお話をしてくれますこんな形にできるわけですじゃあちょっと他のものもやってみましょう はい、今度は新型カメラの紹介です。まだ何を出すか決めていませんので最新の中級車用のカメラをブラウジングしお任せでその1台を決めてサムネイルとタイトルなどを提案してこんな風にですねもう次の YouTube をどのように作るかということまで ChatGPT に渡してみようというようなことをやってみます。今度は アナライディングをしてくれています。何か一つはエラーが出たようですが、でも、クリエイトイメージ。これをやってくれています。はい。サムネできたで。今回は最新の中級車用カメラ。富士フィルム XT5 の魅力を全面に出したデザインや。どやこれで気に入ってもらえるかな次は YouTube のタイトルの提案や。この特徴を生かしたタイトルはこんな感じやろうか というふうに5つのタイトルを提案してくれています。そしてハッシュタグ。富士フィルム XT5。中級者カメラ。写真撮影。6K ビデオ。写真家。こんなふうにハッシュタグを考えてくれました。そして、なおかつ普通のタグですね。これらもこんなふうに考えてくれましたので、とっても便利ですよね。サムネとタイトルバズらせてや。また同じように応援してるぜ。 ということで、こんな提案をしてくれました。とことんサムネクリエイターですけれども、こんな風に YouTube を応援するという立場でできるようになっています。まあ、XT5 というカメラ、本当にあるのか、僕知らないんです。カメラのことは初心者ですので、これ、本当にあるのか、探してみましょうね。おー。 実在するんだ。こんなカメラだ。このカメラとこのカメラ。まあカメラは再現率がいいですよね。絵として描いてるようですけれども、こんな感じにうまく作ってくれました。すごいですね。はい。僕がすごいのではなくって GPT 図がすごいんだと思うんですけれども、今日はこんな紹介をしました。概要欄の方にもこの GPT 図を貼っておきますので、 ぜひ使ってみてください。僕の方は GPT ストアが出たら、さらにアップデートした内容の GPT 図、これを作って有料公開ということにしようと思っていますが、今のバージョンはこのようにして皆さんに使っていただけますので、ぜひ試してみてください。それでは皆さんも AI をいっぱい使って楽しい PC ライフをしてください。 ありがとうございました。